まず一番にご紹介したい方が誰だ。うちのタワーメンバー、そのステージに乗っていないメンバーがいるのです。なんと私と一緒にタワヤメの曲のアレンジをサポートしてくれている中井雅人。それだけはやめてっていうので、まちゃこ先生って呼ばないようにしてください。まちゃこ先生、まちゃこ振りじゃないよ、まちゃこ先生って呼ばないようにしてください。まちゃこ先生、まちゃこ先生、というわけでまちゃこ先生が今日はメンバー紹介のお手伝いをしてくれる。この人、趣味は野菜を育てること、そしてタオヤメ一番の天然育ちの天然素材の天然キャラクター、アイザワマリマリ。そしてこの人なしには、あいいね、というその前にちょっと言う人がいたよ。ごめん、ここで乗ってるオーナー今夜よりリュウゴそしてそしてタオヤメをおしゃれに彩るこの人は微妙に趣味です。そしてかっこいいバリトンサックスを奏でるのはバリトンサックスなのに超キュート系のこのヤリンマエリンゴ。今回からの
こう。かわいい。